よしよし、もうちょっとでクリアだ。よしよし、そこそこ。ニーニー、一緒に遊ぼうよ。あ、ダメ、今無理。なんで？ニーニーと遊びたいのに。うるさいよ、今いいとこなんだよ、ニーニー。そっか。いいぞいいぞ、そこだそこだそこだ。もう少しでクリアだ。ニーニー、もうゲーム終わりにしてさ、一緒に遊ぼうよ。やだよ、今いいとこだって言ってんじゃん。よしよしよし、いいね。よっしゃ、よし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 、出会いアイテムゲット。ニーニー、うん、なに？しろん、一緒に遊びたいんだけど。あのさ、遊んでくれるの？俺今ゲームで遊んでるから一人で遊んで。もういいよ、ニーニーと遊ばないよ。はぁ、ニーニーなんか大嫌いだ。もっと優しいお兄ちゃんが欲しいな。僕は人間ではありません。え、ニーニーじゃない？僕は未来から来たお兄ちゃん型ロボットカナテューです。え、じゃあニーニーじゃないの？僕は君の理想のお兄ちゃんになります。理想のお兄ちゃん？まずはデータを書き込んでください。なんだかよくわからないけど入力してみよう。背中に手を当てたら君の理想のお兄ちゃんになります。手？こうでいいのかな。お、シオン。ニーニー、一緒にゲームやろうぜ。いいの？こっち来いよ。うん。よし、いいぞいいぞ。シオン、体力ないな。回復アイテムやるよ。ニーニーも少ないのにありがとう。いいってことよ。弟を守るってことは当然だろ。ニーニー、カナト、シオン、おもちゃ出っ放し、ちゃんと片付けして。はーい。シオン、いいよ、ここは俺がやっとくから。オッケー。ニーニー、ニーニー、今度はベイブライドで遊ぼうよ。いいぜ、勝負だ。3、2、1、ゴーシュ。頑張れ、いけいけ、そこだ。いいよ、ベイブライドって負けないよ。やった、ニーニーの勝ち。あー、もう。でも大丈夫、シオンも強かったよ。ニーニー、ん？なんか聞こえるな。ん？あれ誰？あいつ誰だよ？俺の偽物か？文句言ってやる。おい、シオン、そいつ誰だ？え、ニーニー、お前、それ変な宇宙人に騙されてるんじゃないか？本物はこっちだぞ。何を言ってるんだ、シオンのお兄ちゃんは僕だ。何言ってんだよ、俺が本当の兄ちゃんだよ。本当のお兄ちゃんだったらもっとシオンに優しくしろよ。え、君は知らないんだ、シオンが悲しい思いをしていることを。それはシオンが一人ぼっちで寂しい時、お前は一緒に遊んであげたか。え、ほら見ろ、それが本当にお兄ちゃんと言えるのか。これからは君に代わって僕がシオンのお兄ちゃんだな、シオン。シオン、分かったら出て行ってくれ。くそ。
シオン、また一緒に遊ぼう。うん。ん？どうしたシオン、楽しくないのか。楽しいけど。カナトのことを考えてるのか。うん。あいつはお前に優しくないひどい兄ちゃんだ。だからもう忘れろ。何泣いているんだ。ニーニーは意地悪だけど、ニーニーはニーニーだよ。そっか、分かったよシオン。僕の役目は終わったようだ。僕はあるべきところに帰る。さようならシオン。ニーニーと仲良くしろよ。ニーニー、ごめんよ、ニーニー。何泣いてんだよ。ニーニーが好きだよ。俺も一緒に遊んであげられなくてごめんな。今度からは一緒に遊ぼう。ニーニー大好き。から嫌だ。ちょっと遊んでよ。ね。あ、ちゃんと。よっ。ニーニー一緒に遊んでくれなかったね。ニーニーと遊びたかったな。あ、そうだ。ニーニー何？アンドロイドを頼もう。買ってくるから待ってて。違うよ、これはね、お兄ちゃん型ロボット、タナトゥーだよ。僕はタナトゥーです。久しぶりだな。まさかあの時のニーニー。君の記憶からデータをコピーした。そうだったんだ。じゃあこれはニーニーじゃないのね。僕は限りなくニーニーに近いロボットさ。お、シオン、あーちゃん。ニーニー？ニーニーなのかい？そうだよ、一緒に遊ぼうぜ。やったやった。何して遊びたい？ブランコ。いいよ、行こう。うん。あ、ブランコ2個しかないや。これじゃあ3人で遊べないね。俺はいいから2人で乗っていいよ。ありがとう。ニーニー後ろから押して。いいよ、任せてけ。ニーニー、俺も。はいよ。めっちゃ優しいお兄ちゃんだね。シオン君とアーちゃんはアンドロイドのお兄ちゃんを手に入れた。だが二人は知らない、このカナトゥーには活動限界、タイムリミットがあることを。みんなもグッドボタンを押して応援しよう。次はみんなで滑り台滑ろうぜ。厳しいそうね。はい、じゃあ先にあーちゃんとしまってよいしょ。あはは、楽しいね。待って、行くぞ。ブリブリ。うわー、じゃあ次はシオンね。うん。
がシオン。じゃああーちゃんも頑張れ。頑張れあーちゃん、頑張れ。おー、いけた。すごいすごい。落ちちゃったよ。大丈夫、次はできるよきっと。うん、喉乾いただろ。水分補給しような。はい、ありがとう。おいしい、よかった。ん、どうしたんだ。止まってる。壊れちゃったのかな。まもなく電池切れです。え、電池切れ。そうです、私にはタイムリミットがあります。じゃあもう動かなくなっちゃうの。そんなの嫌だよ。あとは本物をかなと兄ちゃんに遊んでもらって。やだ、止まんないで。もっと遊びたかったよ。消えちゃった。もっと遊びたかったね。おお、お前たち。かなちん？は？何言ってんの？俺はかなとだよ。本物の兄に？何言ってんの？お前たち。そんなことよりさ、こっちに面白そうな遊具があるから一緒に行こうぜ。え？本当に？行こう行こう。レッツゴー！行くぞに公園がある。遊びたいね。あ、ごめん、俺ちょっと用事思い出しちゃって行かなきゃいけないわ。ミニ遊べないの。そんなのつまんない。代わりにこいつ置いてくからさ。こいつ誰誰。こいつだ。え、ミニ。ミニが2人。そいつは違うよ、お兄ちゃん型ロボットカナトゥーだ。カナトゥー、こいつが代わりに遊んでくれるから、俺が帰ってくるまで待っててくれない？わかったよ。じゃあ俺行くね。これがカラトゥーか。ミニそっちだろ。どうやったら動くの？分かんないけど、カラでも押してみる。いや、僕はカラトゥー、君たちのお兄ちゃん型ロボットだよ。ミニーミニー、今日は僕がカナトゥーに代わって遊んであげるよ。よし、行こうぜ。うん、行くぞー。
みんな好きなの食っていいよ。いちご？いちご。これ？しょうが？これ？取れた。で、みつきがこれかな？いただきます。うん、うん、おいしい。うまい。ニニニニ、次はこれで遊ぼうよ。そうは？ドキドキ建設。どんな遊びなの？カードに合わせて素早く積み上げ。完成したらダイナマイトを叩いて相手を壊せ。おほう、楽しそうだな。じゃあやろうか。うん。最初の建物はこれ。真ん中に刺して、いくぞしよう。俺だって負けないぞ。 3,2,1 ゴー。よし、これでこれをこうするのか。で、これで板を向けて、これを置いて、こうで、あとはこれで、よし、できた。うわー、負けちゃった。さ、ニーニーはちゃんと指示通りできたかな。おお、完璧。次は負けないぞ。次の建設カードはこれだ。 3,2,1 ゴー。これを置いて、赤を置いて、で、黄色を置いて、白い棒を置いて、5点。次勝った方が完全勝利や。建設カード選んでいいぜ。最後はこれだ。いくぞ。 3,2,1 ゴー。よいしょ、これで、これ、あー落ちちゃった。よいしょ、これで、あーもうダメだ。あーやばいよ。よいしょ、あー忘れてる。対決だ。あーちゃんはこれ。いくよ、あーちゃん。 3,2,1 ゴー。よし、あーちゃん早い。あー危ない。あーあー、なんで負けた。毎回そこはどうしよう、どうしよう。お願いします、最後。よろしくお願いします。イエーイ。あーちゃん、おー強いな、あーちゃん。みんなの仕事向かう。次は俺と遊んでよ。これは一回修理だな。じゃあ治ったらまた遊べるの？そうだよ。だけどさ、本物の俺がいるからいいだろ。なんだよその変な反応。なんでもないよ。待ってよ。公園で遊ぼうぜ。何して遊ぼうか、あーちゃん。遊具で遊ぼう。見たら自由だ。
待ってよあーちゃん早く来いよ。あれ、うん、どうしたのあーちゃん。姉ちゃんの後ろ。え、何あれ、なんだろうあれ。ちょっと見に行こう。何これ。うわ、え、誰？あ、ニーニー。私は君たちで言うニーニーではない。私はこういう宇宙からやってきたアンドロイドだ。え、アンドロイド？なんでニーニーの顔してんだよ。それは君たちの記憶の中から一番親しい人を選んだ。で、そのアンドロイドさんがなんでここにいるの？これにはいろいろ訳があって、宇宙旅行中に仲間に置いてかれたの。なんでそれ？君たちにお願いがある。何？僕と遊んでくれ。そんなことだったのか。いいよ。私はこの地球の遊び方を知らない。だから教えてくれ。オッケー、一緒に遊んでやるよ。来いよ。まずはこれ。これは一体なんだ？これは滑り台だよ。シュンって滑るの。それは楽しいのか。ま、やってみなよ。いくぜ。すごい。どうよ、面白かっただろ。そうだな、これは爽快な気分になるから。よし、次よ。こっちだぜ。次は何をするんだ？次はかくれんぼさ。あーちゃん大好き。かくれんぼとはなんだ？簡単だよ、俺たちが隠れるからアンドロイドが探してくれ。10数えたら探していいよ。なるほど、わかった。じゃあ、隠れるね。もういいよ。捜索センサー発動。そこだ。あーちゃん見つけたぞ。もう見つかっちゃった。いや、見つけたぞ。もう見つかっちゃった。私には人命救助用がついている。生命の場所はすぐに分かるようになっている。え、それってズルじゃん。ズルではない。この機能は何かあった時に必要なのだ。遊びには必要ないね。じゃあ次の遊びしよう。よし、じゃあ次は鬼ごっこしようぜ。いいね。鬼ごっことはなんだ？一人が鬼になって、あとの二人は逃げるんだよ。そして鬼は逃げた人たちを捕まえるの。全員捕まえたら鬼の勝ちだぜ。私はどちらをやればいいのだ。じゃあ逃げて、俺が鬼やるから。了解した。じゃあ逃げてね。わあ、逃げろ。では私も逃げる。あんなの追いつけるわけないだろう。やっぱりアンドロイドが鬼やってくれ。そうか、了解した。じゃあ逃げるね。わあ、逃げろ。よし、ほら捕まえてくれ。え、いそう。二人とも確保だ。鬼ごっこもできないね。よし、次の遊び行こう。うん、次はブランコ。これはブランコっていう遊具だよ。何が楽しいのだ？ゆらゆら揺れるのが楽しいの。ねえねえ、どうした？後ろから押してくれる？任せておけ。わーい、もっと強く。いいのか、わかった。
了解した。うわー、怖かった。すまない。今度はブランコ乗って遊んでみなよ。わかった。なるほど、これは楽しいな。どうやら壊れてしまったようだな。すげえ、あんま早くやったら壊れるよな。じゃあ次行こう。次はシートで遊ぼう。そっち側に乗って。ここに乗ればいいのか。あれ？動かないんだけど。全然動かない。すまない、私の体重は2トン。これじゃシーソーになれないね。アンドロイドどこ？あ、ここにいた。あ、君たちか。どこ行ったかと思ったよ。探したんだよ。君たちとはどうやら遊べないみたいだ。どういうこと？私は桁外れの能力のせいで君たちと対等に遊べない。対等？なんか難しいことは分かんないけどさ。俺は楽しいぜ。本当か。ああ。なんかめちゃめちゃだけど楽しいよ。あ、ありがとう。次は何して遊ぶ？じゃん。あれは宇宙船？どうやら仲間の船が迎えに来たようだ。え？もう帰っちゃうの？残念ながらこれを動かしたら私はもう故郷に帰れない。もうバイバイなのかよ。やっと仲良くなれたのに悲しい。大丈夫だ。その悲しみはすべき。どういうこと？この顔は君たちにとって大切な存在だろう。そう、私たちのニーニー。だからこの続きはニーニーと遊んでくれ。はぁ、あ、まあしょうがないよな。じゃあ宇宙船まで送ってあげるよ。行こう。それじゃあ俺は行く。元気でな。また遊ぼうね。お別れだ。お別れだ。またいつか会えるよ。おーい。ん？おーい。おーい。え、あ、アンドロイド？書いたはずなのに。え、何言ってんのお前たち。どうしたん？あ、ニーニーか。何言ってんだよ。それよりさ、公園で遊ぼうぜ。あ、行く行く。よし、行くぜ。バイ。キャー、ジャムだよ。キャー、ジャムだよ。待って、真面目な顔して。